さあ、続いてはカフェのコーナーです。今週はラリードライバーの新井俊博さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、新井さんは全日本ラリー選手権参戦中でございますが、第8戦終えました、はいはいはい、ということで岐阜県そうですね、岐阜の高山周辺で行いました、はいはい。まあ、最終順位は、まあ、4そうですね、4位ですねということになりましたけれども、はい。まあ、なぜここちょっと本調子ではなかったんでしょうか。そうですね、私も本当にちょっとアメリカでイベントがあって、帰ってきてすぐその高山入ったんですけど、まあ、ちょっと車の方の管理が、ね、私もいなかったんで全部できなかったところもあったんですけど、ちょっと乗ってね、そのターボか何かちょっとはっきりしてなかったんですけど、そのエンジンが調子悪くて、そうです、もう乗った感じで遅いなってすぐ分かるぐらい遅かったんですよね。ちょっと普段よりも、そう、ちょっと普段よりも、普段一速でスタートするのに、スタートするときって結構やっぱりインプレッサーって力があるので、はい、バーって出てくるんですけど、出ていかないんですよね。だから私が悪いのかなとかって思ったんですけど、どう考えてもこれ車が遅いなって途中で分かって、そこからターボ交換したりとかいろいろしたんですけど、やっぱりちょっと、ね、時すでに遅しというか、ターボ交換したけどやっぱり本調子にならなくて、ずっとおかしいままでしたね。まあ、当然新井さんからすればこう普通に走れば、はい、当然上位それから、まあ、トップまで、そうですね、まあ、トップ争いまでいけるとは思うんですけど、さすがに多分50馬力ぐらい足りないので普段よりも、そうなるとちょっと難しいですよね、はい。なるほどね。岐阜の天候というのはどうだったんでしょうか。はい、もう2日間本当に快晴で、すごく綺麗なところでやるので、だから走るのにはまあ、早ければね、走るのにもすごく気持ちよかったんでしょうけど、まあ遅いとね、もう何を見てても頭きますからね。ちょっとじゃあこう運転自体もストレスになってしまう。そうそうそう、だからストレスがねすごくたまるので、逆に言うと突っ込むスピードばっかり速くなんですよ。だから一回そのガードレールもこすったりとかしたし、まあ、ほとんど普段そんなことないんですけど、ガードレールこすったりとか、あとまあ失敗したりとかもやっぱり結構しました ね、 なるほどね、はい。まあ、当然天候には恵まれましたけれども、はい、そうしますとちょっと気になるのはタイヤですけれども。そうですね、はい。まあ、今私はまあ横浜タイヤ使ってるんですけど、はい、やっぱ天気が悪くなってちょっと雨降ったりとか、濡れたりするとすごく走りやすいんですよ、逆にね、はいはい。ただ今回はまるっきりドライ で結構気温も低かったんですよ。朝方2度とか3度まで下がったんで、そうなってくると、まあ、相手がダンロップなんですけど、ダンロップさんは結構いろんなタイヤ持ってきてるの で、はいはい、で私たち横浜はその売ってるタイヤでやってるので、そうするとその、ね、気温に合わせてタイヤを作って来られちゃうので、もうそうなるとね、ちょっと話にならなくなっちゃいますよね、はい。まあ、当然のことながら、まあ、新井さんの中では、まあ、そのラリー北海道で、はい、3勝目を挙げて、はい、まあ、この岐阜でも、はい、トップを目指していって、ね、はい、まあ、最終戦へというようなこう、はい、プランもあったかと思うんですけど、ね、はい。まあね、岐阜で何度か勝てれば、うん、次がもう最終戦は3台でガチ勝負になって、誰が勝ったやつがチャンピオンみたいな、そういう話だったんですよね。だけど今回ね、その4番になっちゃったことで、私が次勝ったとしてもその上の2台が下がらないといけなくなっちゃったんで、だから本当に4番とか入ってに下がってくれないとダメなので、だから少し他力本願的な部分が出てきちゃうんですよね。本当は最終戦でね、本当はガチでやれればね一番面白かったんですけど、はい。当然その自力のところで ね、 そうですね、勝負ができればというところではありますが、はいはい、まあ、ただまだ可能性は ね、はい、残されてますので、ほんの少しですけどね、はい。その、まあ、次戦ということになりますけれども、はい、こちらが愛知県で行われる、はい、ね、新城市ですね、はい。愛知と言いますと、はい、あれさん、やはりトヨタ、そうですね、トヨタ三菱が結構大きい工場があって、うん、まあ、それに関連企業も結構多いので、はい、毎年すごいんですよ。ギャラリーの方も多分5万人とか6万人とか、そんなに入るんですか、来るんで、ほうほう、大きいね、新城総合公園っていうすごく大きい公園を一つ借り切って、はい、その中は全部イベント広場みたいになってて、トヨタさんがいろいろ車持ってきて展示したりとか、あとはその中にコースというか、普通は遊歩道みたいなところだと思うんですけど、はい、そこを封鎖してその中走ったりするので、間近で見れるし、いろんなイベントもやってるし、はい、ただだしみたいな、なるほど、あれなので結構皆さんいっぱい来ますよね、はい。まあ、想像しただけでもこう5、6万人が飲み込めるような広い土地という、はい、そうですね、本当に大きいですよね。だから多分、まあ、富士スピードウェイなんか、まあそこまで大きいかどうかちょっと全部が分からないですけど、あれに近いぐらいの大きさがあるんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ当然その家族で来られて楽しむ方もいらっしゃるでしょうし、はい、そうですね、まあ、そういうのがすごくいいんじゃないですか、ね、逆に
あの芝生があって大きい公園なんで、そういうところでお弁当食べながらとか、あと屋台みたいなのも結構出るので、それは楽しいんじゃないですかね。まあ、最終戦ということもなりますけれども、はい、レースの鍵というのはどんなところでしょうか。はい、そうですね、まあ、この新城っていうのが一箇所その元歩って言って、はい、その特殊な道というか普段全く使ってないその昔の旧道なんですよね。そこをメインで使うんで、まあ道が汚いのと狭いのと、うん、すごく難しいんですよ。速いところと遅いところが混在するような道で、もうそこがやっぱり勝田選手なんか地元なんでやっぱりそこ早いんですよね。だからそこをいかに攻略できるかと、うん、あとは天気かなと思って、うん、だから雨とか降ると逆に普段使ってない道なんで落ち葉が多かったりとか苔が生えたりとかしてるんですごい滑りやすいですよ。そうですね、そこで雨降るともっと滑りやすくなるので、そういうところだったらいくらかチャンスがあるかなと思ってですね。はい、まあ、当然その最終戦を勝って優秀のというところで ね、はい、持っていきたいという気もしますけど、はい、ここら辺も、まあ期待をしながらね見ていきたいと思いますが、はい、さて新井さん、ちょっと話題が変わってしまうんですが、はいはい、この番組がですね、実は今週は2001回目なんです。すごいですよね、2001回ってね。はい、まあ、先週2000回を迎えまして、はいはい、これ実はスタートが1977年、すごいですよね、40年やってるんですもんね。ということで、はい、当然この番組には新井さんも何度もね、はい、ご出演いただいてますけれども、はい、何か思い出というのはありますか。そうですね、最初の頃はねやっぱり結構緊張したりとか、はい、多分イギリスに住んでて日本に帰ってきてすぐぐらいだったりとか、はい、まあ、イギリス住んでる時こっち帰ってきてる時たまに出たりとかはしてたと思うんですよね。はい、だからもう15年とか前ぐらいから時々出てたりとかしてるんで、うん、まあ、でも40年やってるってすごいですよね。そうなんですよ、ね、なかなかね、そんな長寿番組なかなか聞いたことないですよね。はい、よくよく考えるとね、はいはい、当然ということはうちの山田が、そうですね、まあ、私はもうずっと山田さんと一緒にやってたんで、まあ、山田さんとはね一緒に飲み行ったりとか、はい、結構いろんなこともしたんで、そうですね、ね、いろんなところに一緒に取材行ったりとかもしたんで、はい、出張でどこかに取材とかっていうのはあったんですか。そうですね、私が一回FIA の表彰式が終わって、はい、成田に帰ってきた時に山田さんが成田まで来て、一緒に車乗ってそのイベント会場まで行く間に取材をしたとかっていうのはありましたね。へ、はい、じゃあこ車に乗って、そう、山田さんが後ろに乗って前にカメラをつけてとかっていうのはやった覚えがありますね。もう山田さんもあんまり車が飛ばすとね、あんまりその気分が良くないというか結構おっかないような顔をしながら乗ってますけどね。そうですか、はい、ということで、まあ、新たにまた2001回目のスタートに、はい、新井さんにもお越しいただきましたが、また本当にいろんなシーンでね、はい、またご出演いただければと思いますけれども、はいはい、さて、まあ、次戦がこの第9戦最終戦ということになります。はい、改めてになりますが、はい、ファンの方にメッセージをお願いできますか。そうですね、はい、まあ、今勝田選手が3勝で私が3勝で、今ポイント1を持っているのは田原選手が1勝しかしてないんですよね。であと鎌田選手が1勝なんですけど、まあ、チャンピオン取れなくてもね、まあ、一番やっぱり勝利数が一番多いっていうのを狙うしかもうないので、もうだからなんとか最終戦勝てるようにね、4勝できるように頑張りたいなと思います。はい、ぜひ最終戦も期待しております。はい、ありがとうございます。今週のゲストはラリードライバーの新井俊博さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。